まあ天さんのことっていうか、それに関しては結構いろんな詳しいこと知ってますよ。やっぱり何ですか、間違えるぐらい、すごいですね、それは。すごいですよ。硬い葉っぱを食べるようになるとね、結構いい音出しますから。でも今7人来てくださってるんだけど、まあ本当にやりたいっていう方は、あとは筑北村の